はいどうも、ミスティです。さあ今回も早速やっていきましょう。無課金攻略敵襲第2期狙い目と編成ということでですね、早速見ていきましょう。例えば私弓ね、今川義元で、これ村上武義で磯野さん、で、まあ、毛利引いたんで毛利入れてるんですけど、でこれホイダさんね、別にあの凸行ってるわけじゃないんですよね。で毛利もゼロ凸だし、磯野さんも2かな、うん、2凸だし、で武吉がね3凸いってるのかな、で今川も0凸、はい、で残りをね、攻撃力が上がるようにこのレアリティのねイメージで検索して、もうこの上から順番にね編成していっただけなんですよ。ババさんがのいてるな。で、合戦条件、敵部隊の攻撃 900% 上昇、敵部隊の兵法 900% 上昇。あ、だから兵数と防御、そして戦法ゲージ、これだけ外してます。あとは全部マックスでやったら2000いくんすよ。2200か、これで。これで勝てなかったら、この部隊兵数減らして、これで2000ポイント。で、今ね、服部半蔵かなを、多分、部隊編成で入れてるんですよね。服部半蔵。だから200プラスで今2400となっております。多分ね、これでいけると思うんですよ。で、戦力的には5万2000ぐらい。だから5万ぐらいって言ってたからあんま変わらないですよね。5万ちょっとってね。マロさんと多分戦力的には一緒ぐらい。これでいきますね。結局まだガチャ引き終わってないっていうね。で、なってるね。これみんなね最前列に置くんですけど、最前列に置くと攻撃の回数的に間に合わなくて相手に攻撃されちゃうんで、私真ん中に陣取ってます。そうすることによってこの前の牙を瞬殺して、でその後上のこの足軽ねもう倒せた上に、あまり多分ねホイダさんはね落ちちゃうんですけど、その他はね生き残ったまんまいけたような気がするの。ということでこれで行ってみますね。一瞬で伊達やって、で鉄砲より弓の方が射程があるから、そう政宗倒して、ほらホイダはやられるんですよ。でこっからね、やられたとしても橋のキャラクターがやられてまだ3体残ってますから、はい、ということで勝利と。なので大将を弓の大将にさえしといて、部隊の戦力値的には攻撃が上がるような編成、ここの攻撃ですね、攻撃が上がるような編成の仕方をしていけば問題ないかなと。これ第1期からそうでしたもんね多分。であとは
そう、第3部隊に配置してます。こういう R の突5とかね5突でレベル30まで上げてしまえば、あの SSR の800のレベル30のキャラよりイメージが高くなって、部隊のステータスはめちゃくちゃこっちの方が上がるんすよ。で、あとはこういう部隊編成で入れれる弓矢部隊、弓矢のキャラクターに弓のダメージ増加、これですね、朱塗りの弓、与えるダメージ増加弓と、こういう装備をつけてあげたりするといいんじゃないかなと。そしたらね、もっと余裕を持って倒せると思います。で、正直今回の敵襲イベント、まあ優先順位としては青が倒しやすいですよって思うんですけど、次紫が倒しやすくなってると思うんです。あの正直言って、あの紫もほぼ同じ部隊で私行っております。ただ、紫の場合は攻撃がね、あの相手も弓なんで、その射程距離一緒だから、ここをマックスにしちゃうとたまにやられちゃいますなのでここを一段階落として、で2000ポイントですかね、これなら確実に勝てるという感じですね。なので戦力的にはさっきとほぼほぼ変わらず、うん、合戦条件2000です。敵部隊の攻撃だけあの4段階で、ちょっと5段階でいってみますか。これね、勝ったり負けたりなんですよ。で、編成としてはほぼほぼ青と一緒。あ、にゃんこ老子の家の付近は緑だらけですと内政上げ放題ですって。で、紫もね、私真ん中、舞台は真ん中の列に揃えております。じゃないとね、あの相手の弓兵が攻撃してくるのが先になっちゃうんですよ、最前列にすると。それだと確実に負けちゃうんで、さあこれでいきましょう。ここで瞬殺でしょ。で、2つに分かれて、そう、ここで相手からの攻撃食らうとね、瞬殺されるので、相手の攻撃力を上げちゃうとこうなっちゃうのはい、残念と。ということで攻撃は一つ下げます。なので獲得ポイントは2000ポイントです。はい、これで2000ポイントですね。これでいきまーす。コンピューターめちゃくちゃ回復するよね、あれね。で、自分で使ってると、なんでそんなに回復しないのっていうぐらい回復しないから、相当困る。そう、攻撃、相手の攻撃力を一つ下げることによって部隊が持つから倒せると。青と紫はもう単純明快、もう弓で編成してくれとで、まあ2000まではいけますよっていうのは
前とあまり変わらずっすね。なので私基本的に青と紫のみ撮っております。赤もね撮りたいんですけどね。はい、ということでまとめると、舞台編成は大将は弓、舞台の攻撃力重視で舞台を編成してください。そして狙い目としては1番目に青色、2番目に紫がやりやすいんじゃないかなと思います。そして合戦条件としては、敵部隊の兵数、敵部隊の防御力、敵部隊の戦法ゲージ以外をマックスチェックしてください。そうすることによってピックアップありなしで変わりますが、2000から3400ポイントの条件で撃破できると思われます。そして最後に青色の特性、おすすめ特性ですね、紹介して終わりたいと思います。宇治安、北条宇治安、これ 5% ずつ上昇するんでいいですよねってあのドメルさんとね話してましたよね。これはありだと思います。めちゃくちゃ兵数多くなるんじゃないっていうタンク要素になりますからね。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとね出すのが遅れてしまって申し訳ございません。無課金、美課金、低レベル帯の人とか最近始めた方の参考にしてもらえれば幸いでございます。ご意見、ご感想、質問、アドバイス等々随時受け付けておりますので、コメントもしくはねライブ配信もしております。ライブ配信の方のチャットの方までよろしくお願いいたします。初見さんもね大歓迎ですので、ぜひ遊びに来てください。みんなでワイワイやっていきましょう。そしてねチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回はこれまで。ではまた。